皆さんこんにちは、フィットネスメイトのヒロです。ほんまに突然なんですけど、食べてますか？鶏むね肉。僕は筋トレやヒートやランニングをするから10年近く毎日この鶏むね肉を食べてるんですけど、この鶏むね肉を食べると一体体の中でどんなことが起こるのか、そしてパサパサで切られてる鶏むね肉をしっとりもちもちにする調理方法を今回は3つご紹介いたします。ちょっと本編の前に、僕は10年間食べ続けていたこの鶏むね肉、一体どのくらい食べたのか気になったのでちょっと調べてみました。これはちょっと恥ずかしいんですけど、10年前の筋トレ、そして鶏むね肉を食べる前の映像です。平均すると1日タンパク質 40g 分を鶏むね肉が摂取しているので、これは鶏むね肉にすると約 200g。それを毎日365日10年間食べ続けた結果、730キロも食べてました。いや、マジでやばくないですか？めちゃめちゃ食べてますよね。この動画を見てくれてる方の多くは、この鶏むね肉はなんとなく筋トレと相性がいいと思われてる方も多いんじゃないでしょうか。ちょっと僕気になったんですけど、この鶏むね肉一体どのぐらいの人が日常的に食べてるんやろうと思ったので、今回はインスタグラムのフォロワーさん2万人に聞いてみました。答えてくれた人、ほんまにありがとうございます。で、今回ですね、400人の方に答えていただいたんですけど、案外少ないなって思ったんですよ。っていうのも、僕のインスタグラムっていうのは筋トレのことばっか発信してるんで、まあ、僕のことをフォローしてくださってる方っていうのは少なからず筋トレに興味がある方、もしくは僕の友達やと思うんですよ。それでこのような結果となったので、意外と鶏むね肉って食べられてないんだなと思いました。大変長らくお待たせいたしました。それでは本編の、鶏むね肉を食べたら一体どんなことが体の中で起こるのか、そして鶏むね肉を美味しく調理する方法を、よかったら最後までご覧ください。いやね、僕はね、この鶏むね肉を毎日食べるんですけどね、食べ始める前と比べると、やっぱね、日常生活で疲れにくくなったんですよね。もうね、これなしじゃやってられないですよ。ずっと今の体型に悩んでたんですけど、鶏むね肉を食べるようになってから、ポーンとね、変わりましたよ、体型。体が変わると結果が出て嬉しいでしょ。それでまた運動も頑張れて、どんどん痩せてってね。今では温泉に行ったらモテモテですわ。お二人の方、インタビューに答えてくださって、本当にありがとうございます。鶏むね肉はすごく良さそうなことは分かったんですけど、鶏むね肉の何が、そしてどんな影響を僕たちの体に一体与えているのでしょうか。実はこの鶏むね肉というのは、他の肉類と比べ脂質が少ない分カロリーが低いんですよ。ただカロリーが低いのに、筋肉や脂肪燃焼にとってとても大切なタンパク質がたくさん含まれてます。タンパク質を食べるだけで脂肪が燃えやすくなったり、筋肉がつきやすくなったりするっていうのはめちゃめちゃええですよね。痩せる食べ物といっても過言ではないこの鶏むね肉、なんとイミダペプチドが 1223mg 配合、なんか栄養剤の CM みたいですね。それはさておき、イミダペプチドって一体何なのかってちょっと気になりません？このイミダペプチドは、渡り鳥の翼の付け根や回遊魚の尾の付け根など、体の中でも活動量の多い部分に含まれており、疲労回復に効果があると言われてます。鳥が飛び続けてる体力っていうのは、このイミダペプチドが影響してたんですね。いや、だから僕めっちゃ気になってたんですよ。鳥がずっと飛び続けてる体力って、あれどうやったら手に入れれるんかなと思ってたけど、そういうことやったんですね。このイミダペプチドが多く含まれる鶏むね肉を 100g 食べるだけでも、抗酸化により体内のストレスを除去し、日常生活の疲れを防止してくれるそうです。いや、めちゃめちゃすごいですよね。ということは、この鶏むね肉を毎日食事にちょっと忍ばせてあげることで、筋肉をつけて追い込む人は筋肉をつけてあげることもできるし、脂肪を減らしたくてヒートや有酸素運動などしてる人は脂肪が減って、
さらに疲れを減らしてくれることによって、まあ、こういった筋トレやヒート、有酸素運動をさらに頑張ることができて、理想の体にすんごく近づくことができるんですね。めちゃめちゃ良くないですか、鶏むね肉。いや僕もなんとなくこうタンパク質は大事なので、まあ、安価で手に入るこの鶏むね肉を結構多用してたんですけど、まさかこんなにいっぱいいい効果があるなんて知らなかったから、やっぱね、鶏むね肉最高やなって思いました。いや普段から僕結構買うんですけど、今回は難しい話が多いということなので、かなり緊張して滑舌悪くなっておりますが、ご了承ください。いやー、鶏むね肉がめちゃくちゃいいっていうことは分かったんですけど、実際あの鶏むね肉パサパサしてて食べづらいっていう方も多いと思うんですよ。ただあのパサパサ感は調理方法によって変えることができます。今回は数ある調理法の中から3つご紹介したいと思います。独断と偏見で決めた手軽指数で調理のしやすさを分かりやすくしたので、ぜひご都合に合わせて調理方法をお選びください。本編に入る前にちょっと豆知識。鶏むね肉は本来グルタミン酸やイノシン酸という旨味成分がたっぷり含まれていて、他の全肉類と比べると脂質が少なく、その分水分がたくさん含まれており、お肉が柔らかいそうです。しかし調理方法によっては鶏むね肉含まれている水分がどんどん抜けてしまい、パサパサになってまるでスポンジでも食べてるのかと思うような食感になってしまいます。鶏むね肉を美味しく食べるためには加熱時に水分を逃さないようにしてあげることが大切になります。してるあげる？僕も昔はパサパサの鶏むね肉をずっと食べてました。その時の僕はこんなこと言ってました。いやいや、味なんかどうでもええね。大切なことはタンパク質を体に入れるか入れまくるかやから。そんなことを言ってましたが、この後ご紹介する方法で作ったしっとり鶏むね肉を一度口にしてからは同じセリフを二度と吐けなくなってしまいました。手軽指数3。これはめちゃくちゃ簡単なんですけど、片栗粉をまぶして焼くだけです。この片栗粉をまぶすことによって加熱時に鶏むね肉の水分を逃さないという効果があります。特に火加減も気にしなくていいので、調理時間も短くて時間がない時におすすめです。ただこの片栗粉にはカロリーがあるので、つけすぎてしまうとせっかく低カロリーの鶏むね肉も少しカロリーを上げてしまうことになるので、できるだけ使うときは少なめにしましょう。2つ目、塩水につける。水 500cc に対して塩 15g 入れて塩分濃度を 3% にします。その塩分濃度 3% の塩水2時間つけることによって鶏むね肉が柔らかくなるそうです。まあ水につけて待ってるだけなので、わりかし手軽さで言うと手軽なんですけど、ただ2時間待つ必要があるので今回は星2つにしました。そしてこの鶏むね肉というのは結構傷みやすくて菌なども繁殖しやすいので、塩水につけるときは冷蔵庫に入れて2時間保管しましょう。3つ目、低温でじっくり火を通す。鶏むね肉の水分を逃さないためには低温で調理するという方法があります。しかし鶏むね肉には人体に及ぼす菌もたくさん含まれているので、低温すぎると菌を倒すことができないので、少し温度調整には慎重になる方がいいそうです。最低でも中心温度が63度で30分間の加熱が必要だそうです。ちょっとこれわからないですよね。なので今回ご紹介する方法は簡単なんですけど、沸騰したお湯を炊飯器に入れて、鶏むね肉に軽く塩を振ってからジップロックに入れて空気を抜いて、それを炊飯器に入れます。そして保温ボタンを押して1時間放置するだけです。これ結構僕やってるものなんですけど、結構ね柔らかくて美味しく仕上がります。ただこの鶏むね肉の分厚さだったりとか、あとは鶏むね肉はキンキンに冷えている状態とかだと1時間半ぐらいとかにした方がいいこともあるので、ちょっとこの保温時間に関しては鶏むね肉の中身を見て、ピンクだったらもうちょいつけるっていう形で調節してみてください。どれも簡単で美味しいので、ぜひ明日のご飯からこの鶏むね肉を加えてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。これからも楽しく頑張りたくなるような筋トレ動画とは別に、こういった食事についても投稿していこうと思いますので、もしチャンネル登録はまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。鶏むね肉の良さを知って筋トレがより一層楽しくなった一人の人間、
体作りって我慢だけじゃなく得することばっかりなんだと心躍る中、もっともっと筋トレがしたいと心の声が聞こえてきた。こんな時、20分ぐらいで鍛えれる全身の筋トレがあったらな。その声を聞いていたヒロが取った行動とは。次回、男の戦い24分フルトレ。次回は男性用のフルトレですが、その次、女性用のフルトレを投稿するのでお楽しみに。